なんじゃこりゃ。皆さんこんにちは、堀井方もみ会の大塚理工です。本日はこちら面白いお花手に入ったので、皆さんにご紹介しながら何か一作いけていきたいと思います。それでは早速本日の花材がこちら。はい、ということで久しぶりに珍しいお花をご紹介する回になりますね。こちらが今日のテーマとなるお花なんですけども、皆さん何のお花の仲間か分かりますかね。ちなみにインスタグラムのストーリーズで事前に調査した結果はこんな感じの正答率でした。以前アップしたこちらの動画の正答率と比べると、まあある特徴があるので分かる人は分かったんじゃないかなと。以前ご紹介したものもかなり珍しいお花になるので、ぜひ合わせてご視聴いただければなと思うんですけども、何か分かりますかね。私これ花屋で見た時に分かりやすいほど3度見ぐらいしてしまったんですけど、ヒントは花びらですね。ここに大きな特徴があるんですけど。ということでそろそろ正解に行きましょうか。これ実はアルストロメリアになるんですって。正式にはアストロノバという名前がついています。これアルストロメリア知ってる方からするとかなりびっくりしますよね。ではアルストロメリアを知らない方になぜそんなに珍しいかというと、一般的なアルストロメリアと言いますとこんな感じでですね、一本の茎からスラッと伸びて先端部分で複数に枝分かれしまして、その先にこんな感じで一重咲きの花をつけるのが、まあ、主流と言いますか常識だったんですね。それが今回ご紹介するアルストロメリアはこんな感じで一本の茎から先端部分八重咲きで一輪で咲いていると。ということでこうやって見比べてみるともう全然違う花ですよね。どちらかというとダリアなんかに似ているなぁなんて思うんですけども、では元のお花とどこが似ているかというと、アルストロメリアの一つの特徴として花びらにこのように半模様がつくんですね。それがこちらのお花の方にもついていたので、まあまさかとは思いつつ花屋に聞いたところ、やはりこちらもアルストロメリアの仲間になるそうです。いやー本当にお花もいろんな種類出てきますね。で先ほど正式名称がアストロノバというご紹介をしたんですけど、やはり元のアルストロメリアと姿形が違うので、アルストロメリアの八重咲き一輪タイプというよりは新しい名称として売り出しているんですって。このお花の星の形からインスピレーションを受けて、天体を意味するアストロと新しい星を意味するノバ、それを合わせてアストロノバという名前が付けられたそうです。ということで少し調べてみたんですけども、オランダでアルストロメリアの栽培を行う会社が10年ほどかけて開発したそうです。で日本で一番大きな市場と言われている太田市場さんの記事を見つけまして、このアストロノバが発表されたのが2022年3月7日ですので、本当に1年前ぐらいなんですよね。まだまだ出始めたばかりの新しいお花ということになります。区間園種苗さんという、まあ、種や苗を販売する会社さんですね。そちらとこのお花を開発したオランダの会社さん、その2社が提携して日本でも流通するようになったそうです。またその種や苗を実際に育成して市場に卸している、いわゆる生産者さん、それはまだ日本では2カ所しかないんですって。どうやら長野と愛知にあるそうなんですけど、長野の方ではネットで見つけまして、それがフラワーポケットさん。インスタグラムでもこんな感じで綺麗なアストロノバたくさんあげられてますね。下の概要欄にも URL 載せておきますので、よろしければご覧になってみてください。でアルストロメリアは割と年中見かける花材ですので、そこまで季節に左右されなくてですね、それはこのアストロノバでも同じだそうなんですけども、品質のいい切り花を作ることができるのが2月3月に当たるんですって。ですのでまだ生産量が少なくて珍しいお花ではあるんですけど、まさにこの時期このタイミングで花屋で見かけることがあるかもしれないですね。この八重咲き一輪タイプというのはアルストロメリアではお花を生ける上でもかなり画期的なんですけど、そのあたりこの後お花を生けながらご紹介していければと思います。とっても綺麗ですし、また普通のアルストロメリアと比べて花持ちもいいそうなので、生産者さんも増えてくるとどんどん見かけるようになるんじゃないかな。続いてこちら、このチャンネルではおなじみのカスミソウ、ふわふわっとした小さい白い花をつけるのが特徴的な可愛らしいお花ですね。今日は詳しいご紹介は割愛。最後にこちらニューサイラン、これも以前にこちらの動画でかなり詳しくご紹介していますので、今日は割愛してもう早速生けていこうかなと。このニューサイランはいろんなテクニックが使えまして、そのあたりも動画で詳しくご紹介しているので、よろしければ合わせてご視聴ください。そして本日の器がこちら、陶器の壺。こんな感じで青い釉薬がかかっていて、とっても綺麗ですよね。こちらの器に今日はアストロノバを主役にしたお花、生けていきたいと思います。よし、それでは実際に生けていきたいと思います。まずはこちらのアストロノバを生けていく。で今回1輪で良かったんですけど、なぜ2輪買ってきたかというと、ちょっとね先ほどご紹介し忘れていたんですけども、これまた同じ種類なんですけど見た目全然違いませんか。
こちらは花びらが少ないといいますか、割とすっきり咲いているのに対して、こちらはなんだかボテボテっとついている。で、個人的にはやっぱこっちのすっきりしてる方が綺麗でかっこいいと思うんですけど、こちらのボテボテっとしてる方を見ていただくと、花の付け根の部分、ここがですね、どうやら石化してる形跡があるんですよね。で、この石化というのはこのチャンネルでは何度かご紹介しているんですけど、耐火とも呼ばれていまして、いわゆる植物の奇形にあたります。よろしければこちらの動画で詳しくご紹介しているので、合わせてご視聴いただければと思います。で、この植物の奇形、身近なところですと、今ご紹介した動画のテーマにもなっている、石化柳や石化西田、あとは日本の秋を代表する系統なんかも、石化という突然変異が固定されたものになりまして、その系統の花の付け根の部分とここがとってもよく似ているんですよね。ですので先ほどご覧いただいた従来のアルストロメリア、あの枝分かれした部分が石化、退化して、このように一輪のお花になったんじゃないかなと。まあ、あくまでこれは私の想像なんですけども、このアストロノバの花びらの服装具合とかすごいですよね。ということでまずは、こちらの立派なアストロノバを一輪口元に生けていく。水に浸かってしまう部分の葉っぱは全部落としてしまいます。ちょっともったいないですけど、ギリギリまで落としちゃいましょうか。こんな感じ。もう一輪だけで存在感ありますね。そしたらもう一輪あるので、こちらは少し高めに生けていく。こちらも同様に水に浸かってしまう葉っぱは全部落として、今日はこのアストロノバを主役に生けていければなと。こんな感じかな。そしたら次にこちらのニューサイランを生けていく。これはまずはこの花材の特徴を生かしてスラッと縦に、こんな感じでお花がポイントとして際立つようにすっきりと生けてみました。そしたらもう一本のニューサイランは先ほどお話ししたちょっとしたテクニック使っていこうかなと。まあいろんな見せ方あるんですけど、今日は一回裂いてみましょうか。こんな感じで繊維が縦に入ってるのでスラッと裂くことができます。ということでこんな感じで数回裂いてしまって、そしたら今裂いたこちらの葉っぱを綺麗な曲線が出るように少し溜めていく。こんな感じでポキッと折れないように手で撫でると言いますか、こんな感じ。そしたら一旦ここ半分に裂いちゃいましょうか。これで2本になるんでね。で、まあこんなテクニックを使ってもうこれだけでも綺麗に飾れるんですけども、もうちょっとおしゃれな作品にしていければなと。今日はね、このアストロノバさんに似合うお花生けていきたいなと。で、今咲いたニューサイランをまずは口に入れて、そしたらこれは近い方が分かりやすいかな。今咲いたニューサイランを中心部分に絡めていくんですけども、この中心に立っているニューサイランを少し裂いてですね、こんな感じで、そこの裂いた部分に細い方を挟み込んでいく。こうすることで面白い動きを出すことができます。ということで、さっき半分に割ったもう一本も同様に、まずは器の口に入れて、そこから咲いた葉っぱに先端部分を挟み込んでいく。4本目はこんな感じかな。いやー、今画面にちらっと映ってるアストロノバ、とっても綺麗ですね。よし、こんな感じでいかがでしょうかね。ちょっと引いて画面越して見てみましょうか。うん、なかなかおしゃれなんじゃないですかね。そしたらこれで完成でもいいとは思うんですけど、もう少し華やかにというところで、せっかくなので今日用意したこちらのカスミソウを生けていく。で、今日はアストロノバが主役というところで、花材の取り合わせについて、この主役の子を引き立たせるのに、あまり輪の大きいお花ではなくて、こういった細かいパラパラっとしたお花、こういったのを混ぜ込んであげると、主役のお花の主張を損なわずに、より華やかにすることができます。主役を引き立たせるための脇役みたいなイメージですね。こんな感じでパラパラっと。今日のカスミソウ結構綺麗に咲いてるので、もう一本ぐらいでいいかな。うん、こんな感じでいかがでしょうか。これでとっても珍しいアルストロメリア、アストロノバを主役にした造形的な現代化が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。
いやー、お花の世界は奥が深い。また面白いお花見かけたら皆さんにこのようにご紹介していきますので、本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。